JR 九州によりますと、2024年度から新たに交通系 IC カードが使えるようになるのは、佐賀駅よりも西にある長崎線の駅や佐世保線の駅です。西九州新幹線の開業効果を高めるのが狙いです。またハウステンボスに向かう人たちの利便性を高めるため、大村線のハウステンボス駅にも専用の機械が設置されます。九州外の方から来られたときに、例えば武雄から佐世保線エリア、佐世保とかハウステンボスに行かれるお客様が IC カードで乗れるということは非常に便利になると。いろんな意味で その増収効果は試算はできてませんけど、これはやっぱりあるというふうに思います。今日の会見には佐賀県の山口知事も参加し、観光客だけでなく通勤通学客にとっても便利になる、西九州の素晴らしい観光資源を全国に知っていただければと期待の言葉を述べました。